はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーでーす。ということで今日もやっていきましょう。ポケモンサン&ムーン実況プレイ。今日は、まずはヤトウモリとイーブイを紹介したりするところから始めましょう。慎重な性格なんですか、まあまあまあいいでしょう。とりあえずレベル19のヤトウモリ新ポケですね。技がまあ結構貧弱なので、ちょっと頑張っていかなきゃいけない。で、特性、新しい特性です、これ。腐食。鋼タイプや毒タイプにも毒状態にすることができる。ということなので。まあ、頑張って、毒毒とか打ってきましょう、みたいな、そんなポケモンですね。そしてもう一匹、前回は、ひどい散々な集中してしまったでおなじみの、先祖イーブイちゃん。控えめな性格ですね。卵から帰りました。それ以外はちょっと調べてないので、まあ、いつも通りのイーブイちゃんってところでしょうか。ね、特性も適応力ですからね。さあ、やっていきましょう。それでは、いよいよ、この先に今日は進んでいく感じかな。あら、ホノゼット。そうです、達成しました。おめでとうございます。ありがとうございます。早速通過していってください。お、雲が透き渡ってるじゃないですか。どうぞお通りください。キャプテンマオの試練の場所はこの先の8番道路から抜けるシェードジャングル。ジャンゴー8番道路抜けていくところですか。お、こんにちは。全力私と勝負したいってなら8番道路の、あ、マジで全力の全力トレーナーなんですね。なるほど、大丈夫かな。こんにちは。ポケリフレしてる、してない。真顔。うちはあれですから、もう雑草魂でやってくっていうのが、真骨頂なので、はい。あ、なんだこれ、キャビネッツ、キャンプ？あ、なにこれ？え？やあトレーナーさん、図鑑持ちですかね？エーテル財団やっと出てきた！いいですよ、アルバイトします。ポケモンの保護が仕事、そのためにポケモンのことをよく知る必要があります。来たー、ヌイコグマの調査をしているんですが、あーやっとヌイコグマが出てきた。やった、ギャラがもらえる。ギャラ、バイト代じゃないの、アルバイトなんだから。違うの、宿の尻尾。なんか、聞いたところによると、なんかこのアローラ地方、宿の尻尾、普通に日常生活で食べるらしいじゃないですか。あれですよ、激おこですよ、譲渡民。譲渡民激おこですよ。は、あ、誰だ誰だ、お前誰だ。あー、アクロマさんだ。うわ、アクロマさんどうも。研究テーマ、めっちゃなんか打ってますけど、左手で。話してる時ぐらいちゃんとさ、それ手止めるわけにはいかないですか、アクロマさん。ポケモンの潜在能力は何によって引き出されるのか、ポケモンの力を引き出すのは、ポケモンと、トレーナーとは、トレーナーとの絆。私はそう考えています。そうですね。そんなこと言ってましたね、散々ね。そう、あなたのようにゼットリングを通じて結ばれるトレーナーとポケモンに興味そそられますね。そういえば、あなたの名前聞いてませんでしたね。モッティです。そうです。よろしくお願いします。では、あ、マサマシンありがとうございます。あさ、その手の落ち着きないのすごいやめてもらえません。めっちゃイライラするんですけど、そういうの。ニトロチャージ。はい、ニトロチャージですね。シェードジャングルの主人ともいい勝負ができるでしょう。あ、草なんだね、じゃあね。私の求めるパワーはメガリンクトもしのぐ、ポケリゾートなる、ポケモンのための無人島、あるようなんですからね。アローラ面白い、しばらく滞在することにしましょう。もうそれマジほんとやめて、アクロマさんマジで。めっちゃイライラするから。ほんとにやめて。マジで。くちゃらレベルにイライラするから、アクロマさん。もう二度と俺の前に出てこないでください、お願いなんて。出てきてもいいけど、その代わり、それやらないでください。はい、ニトちゃん思います。散々。ひどいで。あ、てか、ヒノコよりニトチャの方が火力あるんだね。あ、じゃあ完全にニトチャ撃つ機会になりますね、これからね。もう頑張っていこう。じゃ、とりあえず、この辺にヌイコグマがいるんで、ヌイコグマを捕まえることと、あとは適当にトレーナーをバッサバッサ切り崩して、一番最後のあのお姉さんに話しかけることですか？とりあえずこの道路でやることは。コパリューコパーコハルさんじゃないですか。3人目ですね。なんか今作意外とペース、あんま速くないですね。なんかね、意外とさ、何が金銀とかめちゃめちゃ出てきてたんですよ。まあ、当時が一番やっぱ、モーニング娘。絶頂期だったのもあるんで、もしかしたらそっからね、名前インスピレーションされて、インスピレーション。はい、はい。来たのかもしれないんですけど、今作はあんまり、ですね。ナイス！竜の怒り序盤で凶悪だよな、マジで。いや、この技はマジで凶悪すぎるからな。オッケー。よし、まず一人目。ヌイコグマを倒したいんで、倒したらダメ。ゲットしたいんで、ちょっとヌイコグマをしっかり、だから草むらの中をちゃんとね、取っていきたいなっていうふうには思いますけど、
まあまたサクサクモードですかこれは。うん。達也。達也ね。ですよね。あんま感じだ。自分のさ、なんか名前が出てくるとおって思いますよね。なんでこのタイミングでその話したんですかね。モッティさん、なんでこのタイミングでわざわざ今その話をふっかけてきたんですかね。モッティ達也疑惑。いろんな疑惑が立ってくからな。怖いですよね。詮索しないでくださいね。僕は平平凡凡とこれからも生きていきたいと思ってるんで、よろしくお願いしますよ。オッケー。まず一匹。もう一匹いますよね。レベル20になった。いやーほんとそろそろ、ケララッパ。何ケララッパって名前だけ言われてもわからないんですけど。あそういうことか。ツツケラの進化系か。あ、確かに俺ツツケラの進化系全然、あれだわ。そうか、てか、そうだよね。ツツケラの進化系って情報出てなかったもんね。公式の情報ね。いわくだき。いや、強い。そうか。はあ、ケララッパって言うんですか。そうだよな。普通ツツケラゲットして、ツツケラタピパに入れて、で、進化さ、してるよね。多分、このぐらいの時期だったのね。あ、ケララッパねってなるんだよね。みんなね、多分。俺、多分、俺だけでしょうね。ポケモン実況、ストーリー実況してる。何ケララッパって。あ、ケララッパ間違いない。おそらく俺だけですよ。オッケー。お盆、ようやくお盆の実来ましたね。ようやくまともになんかちゃんと使える木の実が手に入ったのがありがたい。よー、2個ありがたい。2個ありがたい。イエス。なんかあれですね。高台の方と、低めの道路の方がありますね。ここの道路はね。この辺のじゃあ、あれなんですかね。車が通るからこっちに避けてるみたいな。ニコル。ニコルとかさ、今、あー、嫌なのが出てきた。ニコルとかってだって今までのポケモンの中に出てこなかったでしょ。出てきてもなんかそのバトルシャトーとかバトルタワーとかさ、バトルなんちゃらとかさ、そういうのしか出てこなかった。そうだよね。ミルタンクだもんね。いや、まずいって。まずいって。いやー、2発取れてるんだよな。取れるなって思ったから撃っちゃってるこの悲しい現実。シンハライトとりあえず投げておく。これはちょっと、ミルタンク、アカネの恐怖が、また再来してしまう可能性が、十二分にありますね。まずいですよ。大丈夫か？ただ全然、まあ、スイッチだったらどうにかなる。マルコロではなかったから、よかったかな、みたいな。ミドゲーリー、オッケー。これさ、なんだろうな。なんか地面ってなんだっけ？地面の火力が上がる技って。地面の火力が上がる技じゃなくて、道具。柔らかい砂？柔らかい土？柔らかい砂か。全然なんか、それがゲットできるまでは、とりあえず Z にしてるんだけど、Z、格闘 Z ですから、地面 Z だったら全然って感じなんだけど、使い道が悩みつつある。悩みつつある。OK。あ、コソドロレベル20。これなんか、コソドロ戦力になりそう感半端ないんだけど。玉砕、粉砕、大喝采、めっちゃあるな。そろそろのインコグマ出てきてもいいんじゃない？ハイパーボール、初ハイパーボールいいんじゃない？そろそろじゃない？俺待ってるんじゃない？俺のインコグマはタビパに入れるっていう。あ、ケララッパだいやいやいや、シンポケですけどモッティさん、シンポケですよ。どっから来てももうちょっとテンション上げてください。ね、とりあえず竜の怒りでも打っとくか。全然捕まらん、全然捕まらん。この中途半端な削り方だからかもしれないけど。よし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 。ケララッパーゲットだぜ。いやー、仲間呼ぶシステムは、あれですよ。ほどほどでいいですよ、本当に。虫ポケぐらいのところでよかったと思う、個人的には。いやー、まあでもとりあえずゲットできた。オッケー。ケララッパーちょっとパーティー入れてみましょうか。せっかくなんで、次のパートあたりから。ケララッパー。よし、ケララッパ、ラッパ口ポケモン、ノーマル飛行、くちばしに食った木の実の種を溜め込む、くちばしにね、敵や獲物に出会うと一気に発射する。あ、ってことは、種マシンガン覚えるんですかね。パラッパ。正式名称は、パラッパっていうよりは、パラッパラッパーですけどね。よし。まあ、オッケー。とりあえずは、新しいポケモンゲットしたけど、うえい。振り向き方が怖いよね。
振り向き方が怖いですよね、まずね。このトレーナーたちね。あ、お前ら。あ、お前らだ。大人の方のお前らだ。この、あーけん。大人の方のお前らと子供の方のお前らがね、共存しているのがこのモッティビーでございますから。大人の方のお前らはだ、あ、いや、魚群だ、あれ、お、あ、どうした、睡眠。やる気満々になっちゃって。どうしたのどうしたの、今まで、全然、弱しだったのに。強。強。え、何があったの、どういうこと、レベル20以上じゃなきゃいけないとか、そういう感じなんですかね。噛みつくは、つぶらな瞳か、尻尾振るかな。はい。そういうことなのかな、そう、まあ、うん。あ、スピードスター。スピードスター欲しいから、つぶらな瞳。へぇー。まあ、知らないことがいっぱいありますね。縦トップス、いいよ。やっちゃって。いや、まあ、この形式、この、これになっちゃえばな、まあ、かなりようやく使えるようになるなっていう感じはするけど、まあ、やっぱなんだかんだその魚ポケモンは、進化前はそういう感じなんですね。さあ、頑丈発動していく。あ。あ。やけど、美味しいでーす。やけど美味しいでーす。ありがとうございます。我慢。何、新払いとかもいらない。新ハライトの我慢はいらないっす。はい。いらないっす。いらないっす。オッケー。結構いっぱい覚えましたね。あ、じゃあ、これはちょっとそろそろ、ようやく弱しが、弱しじゃなくなったっぽい雰囲気漂い始めたんで、いよいよこうさ、あれですか。テーマパーク作りたいって親父が言っているよ。あ、なんかフラグですかね。お、ちょっと変なとこ入っちゃった。何これ。化石復元所、目指せ化石ワンダーランド。ほう。化石があるの。ここはドリーム牧場。あ、化石の研究をやっとるぞ。いつの日か大昔のポケモンでここいっぱいにしやる。それがドリーム牧場、太古の世界の再現だ。おー。化石ゲットしたらじゃあまた来るわ。覚えてるかどうかわからないけども、そもそも。あんま化石ポケモンって今まで復元しないんで、あ、待ち着いちゃったってことは、じゃあいよいよ本番、あの人と戦う感じになるのかな。え、まだ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 いるの、まだいるの。ま、でしょう。もういいや、なんか、ぬいこぐま、ぬいこぐまも全然出てこないし、だし、トレーナー全然、いないし、もしかしたらこの先に続いてるのかもしれないですよね。もうちょっと先に進んでいきましょう。あんまりこう、寄り道ばっかりしててもね、ただただ、ゆっくり、時間が流れてしてしまうだけなのでね。はい。じゃあ先進んでいきまーす。ん?マキシマム仮面がなんだって。ロイヤルマスクとマキシマム仮面戦ったらどっちが勝つのかな?多分マキシマム仮面ですね。間違いないですね。あの筋肉がガチですね。キュアワー、キュアワーも出てくる。お、楽しみだな。キュアワーは新しいポケモンですからね。キュアワーは結構ね、特性がめちゃめちゃ強いんですよ。それをこう、いいな、捕まえたいなって思いながら目黒をね、渋々と選んだのってなんですけど。うん。あ、またこんな、あれですね。どうもどうもどうも、こんにちは。あいにく満室。特に奥の部屋、ほぼ貸し切り。まあ、スカルダンの仕事じゃろくなご飯も食えないだろうけど、ね、なんか何ですか、スカルダンに占領されちゃってるんですか、奥の部屋。ちょっと開けましょう。大丈夫ですか、あ。出ていきね。いろいろ漁っている。すまんな。恥ずかしかったんだろうな。こんな、かわいいおにゃにょこに、おにゃにょこに俺の部屋がーみたいな。そんな感じだったんだろうな。内心はな。アニオタ、アニオタって、だいたい、ギブギブ。すごい冒険。すごい、あ何ここやっぱ道路なの?スイングの基本は腰を入れてお相手するわ。おー。なるほど。なるほどね。いやまあ、そりゃ倒してないですわ、全部ね。マリアーンゴルファーなのに、マリアゴルファーなのに、そこら辺は多くは突っ込んではいけない。もう何かがやってくる。誰かが何かやってくるから、そこら辺は多く突っ込んではいけない。切るんで動けない。ニアス強いんだよな。なんか、無駄に強いからね、ニアス復帰させたいんですよね、すごい。めちゃめちゃ、欲しいんだけど、でもそこは僕は、心の中では、裏テーマとして、
やってますからね。新ポケモン縛りっていうのを一応。EV 入ってますけど、今。やっぱね、そこら辺はやっぱ、守っていって、でもいろいろやっぱ知識つけていかないと、タビパの間に。そこら辺でね、また後で、いっぺんに覚えるのは大変じゃないですか。ね。テスト勉強と一緒ですよ。授業中にいっぱい覚えとけば、テスト前に覚えることは減るわけですよ。ね。ただ、授業中頑張らなければ、頑張らなきゃいけなくなるわけですよ。テスト勉強ね。うん。マリア・ラブリンです。はい、行きまーす。あ、こんにちは。あ、あなたもトレーナーなんですね。うん。はい。コーチとかじゃないの。コーチ。ゴルフのコーチ。あ、すげえ鈴木勲に似てる。嘘。鈴木勲って誰だよ。青木勲だろ。たかし。たかしって言ったっけ。なんとかたかしさ、ゴルファーの人。皆さん、ゴルフはあんまり、いろいろ結構、スポーツ見てるアピしてますけど、ゴルフに関しては、まあ、疎いんで、あんまりね、触れないでいただきたいなと、いうふうに思います。未だに松山選手でしたっけ。彼が最強だと思ってるんで、本当かどうかはわからないんで、もうその辺は、あやふやなんでよろしくお願いします。よし、OK。本当にそのぐらいガバガバなんで。女子ゴルフに関しては、俺多分未だに不動優里さんが一番強いんだろうなって思って出てるなんで。本当にガバガバなんで、すいません。よし、あ、なんかいる。おう、こそぐ無人ってすぐ逃げちゃうんだよ。こそぐだからね。んで、こっち一応あれですね。なんか旗マークついてますけど、あ、めっちゃあるな、ジガルデキューブ。やばいな、普通に見落としがちになり、あ、コソグムシさん、あれ？え？あ、なんか奥側にある、ある、ある、ある。なんかいける、いける、いける。いける、いける。まあ、ちょっと釣りはさすがにもうしないですけど。捕まった。生まれながらの空手の天才、技はポケモンたちに教えます。子供の頃そんな時代もありましたね。もう、親子ですな。空手親子のシュートとタツオミ。かっこいい。タツオミってかっこいいよね。タツミじゃなくてタツオミだからね。出て、ワディキーよーし、やってやれ、コソドロスイミー。いいね。なんかこう、シンポケがこうやってフッて並ぶのは、なかなか見物があるです。見物ですよね。よっしゃー、じゃあもうこうなってしまったら、やるしかないですよね。やるしかないんで、とりあえず、マニキに打って、まあ、片方ずつ打っていきますか。で、もう片方が、はい、はい。そうか、味方にも打てるから効果抜群に表示出るんですよ。よし。で、こう半分削って、残りを、ね、こうでバシッてやるみたいな風潮。おー、いいね。いい方に攻撃しましたね、これはね。何も考えてなかったんですけど、素早さが遅い方に攻撃したことによって相手の攻撃は一発しか飛んでこない。そして、なんかねー、この形になってからスイミーの頼もしさが段違いになってきてて、光合成！いやー、でもいらないけど、まあ、この技構成だったら光合成入れてもいいかなって感じですけどね。オッケー。よし、光合成は、タビパよりは断然対戦の方が圧倒的にね、有能な技なんで、ぜひともね、覚えさせておいてください。あと後に必要になってくるんで、よし、カラチョイ。ねね、ドゥー、オッケー。はい、おしまい。簡単でしたね。よし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 。オッケーオッケー。ヌイコグマ欲しいんだよな、マジで。こっちのさ、島の方に渡ってきたら、ヌイコグマに出会えるみたいな。そんな、これ何？この島なんでお前らここにいるの？なんか技教えてくれるの？っていうわけでもないの？なんでお前らここにいるの？すごい疑問でしかない。な、あ、なんか。おー、マジで！そういうパターンある、今作。マジですか。水の中にアイテムが普通に沈んでいるとかいう、そういう謎パターンがある。いや、これは、ちょっと波乗りしてるタイミングでもしっかり、あれですね、海の中とかも見なきゃいけませんね。あ、蛍光棒だ。俺、でも蛍光棒って自分の力でゲットしたことないんですよね、過去作で。なんで、捕まえません。はい、さよなら。違うかい。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。ということで、この3連休で無事ポケモンサン&ムーン殿堂入りしました。はい、クリア時間25時間。まあ、こんな感じかなってところですかね。はい、さあ、厳選の時間だ！ではまた明日、あったかくして寝ろよー。